金まで行くわけにも俺たちマジで買いになってるんだよ。あのこの蔵の特徴は、この、水切りというのが特徴なんですよな。それでこのイチョウの葉っぱのようなのがとっても生えていいということで、銀杏仕上げというのはこの普通のこの辺が銀杏仕上げで、これはクロシックはあの煙突の幽煙を幽煙と、それから、まあ、小石灰に幽煙と、それからふのりをあの混ぜて、それであの手でずっと塗るというような、何回も塗るというようなことを聞いていますね。ですよ。で普通4枚になってるのが普通ですけれども、5枚になって